高校3年生シンガーソングライターのリンダって言います。よかったら今から路上ライブ始めていこうと思っておりますので、少しでも興味持っていただけたら立ち止まって聞いていただけると嬉しいです。お願いします。ではどこを押すの？この赤いやつ。ありがとうございます。では最初に1曲目は坂口亜美さんの女子って曲を歌いたいと思います。聴いてください。京橋で路上ライブするのが初めてなので、いやまだどんな感じなのかつかめてないんですけど、ではでは高校3年生シンガーソングライターのリンダって言います。よければ今日は1曲だけでも聴いて帰っていただけると嬉しいです。まずは1曲目、坂口亜美さんで女子って曲を歌わせていただきます。口を大きく開けて笑わないで、大きな声で笑わないでいても、疲れた時こそ笑って、なんて君はそんなこと言わなかった、またどこかで歌になりたいねってさ、ああバカにしないで、君は君の道を走ろう、走ればいいよ。君がいなくなったってご飯は美味しい、ちゃんと味もする、君はロックンロールが好きだと言った、わおお二人気づけば手をつないでいたよね。口をたくさん聞いて
ただきました。ちょっとだいぶ暖かくはなってきたけど、まだまだ寒いね、やっぱり。ということで、続きまして、エメさんの片思いって曲を歌わせていただきます。知ってる方も多いと思うので、少しでも興味持っていただけたら、聞いて帰っていただけると嬉しいです。ではエメで片思いです。聞いてください。場所移動しようかな。改めまして、高校3年生シンガーソングライターのリンダっています。よかったら今日は名前だけでも覚えて帰っていただけると嬉しいです。では、続きましてミワさんで
あなたがここにいて抱きしめることができるならっていう、コウノトリの時の主題歌を歌わせていただきたいなと思います。ぜひ聴いてください。よかったらね、 SNS、Twitter、Instagram、TikTok やってるので、下の ID で調べていただけるととてもとても嬉しいです。ではでは聞いてください。ミワさんで、あなたがここにいて抱きしめることができるならです。
ありがとうございます。美和さんであなたがここにいて抱きしめることができるならって曲でした。ありがとうございます。改めまして自己紹介させていただきます。関西で路上ライブ中心で活動させていただいております。高校3年生シンガーソングライターのリンだっています。横尾さんです。ありがとうございます。今日ね初めて